テレビアニメ《盾の勇者》の成り上がり、ブルーレイ and DVD ボックス購入特典オーディオコメンタリー。岩谷直文役の石川圭太です。よ<っ>。よ<っ>。ラフタリア役の瀬戸朝美です。よっ。よっ。はい。はい。お願いします。あっという間に終わりますよ、すオーディオコメンタリーは。いや本当にね、三十分あっという間ですよ。そうそう。ということって第二話ですって。ね、一話はあなたやったんですか。一話。 私がやってました。実は。オーディオコメタリー。いや、違う。オーディオコメタリーはやってない。なんだよ。だって一話長いもん。あ、そうだ。じゃ <laughs>、長かった。一時間あるんだよね。そう、だってあれ二週間に分けて撮ったんだよ。長いから。あ、そう、そうだね。収録、うん、私は本当後半の席しかしてなかったから、一話は。<laughs> うん、うん。だからもう本当に役演じたの二話からだもんね。そう,そ,うそう、そう、そう。可愛い。ありがとうございます。ここまで幼い役は今まであった。 うーん、ないね。アニメではないと思われる。ああ、意外だなと思って。うんこんな可愛い役。 でもほんとその通りでオーディションを受けた時も受からないだろうなって思った可愛いから絵が絵がっていうかキャラクターのそのえっとフォルムというか表情とかもデザインも可愛いからあ多分私じゃないなって勝手に思ってた思ってたら受かって「えやった!」みたいな。 幅見せてかねばと思っ,て <laughs> 思ったな。いやー本当にこの登場した時のラフタリアの可愛さよ。いや本当思ったこれが前話続いたらできないなとは思った。<laughs> <laughs> ねなんかこうまあ少女時代もね、うん、まあこの後の話でまあいろいろありますけれども。うん やっぱ二話のさ、この弱いところからさ、まあ二話のうちに、こう。直文の優しさに触れて、表情が変わっていくのも、またいいよね、うん、彼女は。そうなんだよね、直文もね、うん、優しさが見えるからね。うん。すごい真面目だね、このオーディオコメンタリー。うん、どうする、何のあれする?。どうしようか?うん。オープニングも入ったことだし、うん、そ,そろそろ作品の話はいいかなと思ってるんですけど。<laughs> ああ <laughs> いや、本当、でもさ、ね、石川。 オオーディオコメンタリーでやるのって初めてじゃないか、うん、初めてだし、うん、すごい探っちゃったよ縦の, <laughs> の勇者でこのメンツで話すの初めて、うん、ねそうこうなってくるときっと今後もしなんかねイベントとかにこのがあった場合、うん、あのあ意外と序盤に撮ってるんだなっていうのが分かるんじゃないそうだね、うん、そう <laughs> あんいやなんかさこうこの作品さすっごい長い期間かけて撮ってたじゃない うん、そうもう言っていいよねさすがにもういいでしょあ、うん、オッ OK 出ましたこの作品で本当私たちの城か始まって 1, 1年ぐらいかけて撮ってたんですよそ<う>実はでオンエアも大体全話こう撮り終わってから始まるぐらいだったんで、うんな,うん、なかなかだから皆さんのなんか反応とかを見てからアフレコに臨むってことは正直なくてもう終わったものを皆さん見てくださいって感じだった、うん こっちが手塩にかけ血と汗と涙を流しながら作ったこの作品を流し終わっったんで見ててくださいっていう終わりましたので見てくださいっていう感じ、えー、いやだからさオープニング見た時さ、うん、いやえがクオリテっそう思っためっちゃクオリティがすごいと思ってそう我々収録時点では大概オープニングって、うん、あの緑とか黒の絵に OP って書かれてる、ね、<laughs> 画面だけなんで、うん、この画像あんま見れないんですよだからすげえと思ってかっこよくてびっくりしたし<か>本編もこんなに動く、うん、と思っていやもうこれ本当時間かけてなかったらもう大変なことになってるぞっていう,うん本当にこれだけの制作時間があったからできたものなのかなって思ってしまったりしました、うん、であと海外の反応すごいねやっぱあ本当にそうそうそう 生放送とかを、うん、あのやらせてもらってる時、うん、YouTube ライブかやらせてもらった時もねすごいコメントがね、うん、英語とか他の外国語とかも多くていや本当思うだからなんかね俺もその事務所に行ってなんかこうお手紙とかもらった時に、うん、あのエアメールがすげえ増えてエアあ海外からそう海外からのエアメールが「<ー>いやー」みたいな。 それはまあ、その海外で今もう放送されてるか分かんないですけど要はその盾の勇者の成り上がりがすごい好きだっていう海外の方がいらっしゃって、うん、で僕の名前見て僕に送ってくれたりとかしてるみたいでーいやー恐ろしい。すごく恐ろしい <laughs> こんなにも こんなにもこう幅広い場所、うん、世界中に知られてる作品なんだって思うと、ね、なんかもう作り終わったらさそうだ、ね、だからもうそれだからあることでもうここだからもうぶっちゃけ言っちゃいますけどすいやぶっちゃけとーと、くやっぱ期間が空いてるっていうのもあったりするのかわからないですけど、うん、そのアフレコした時に確認した距離感と絵の距離感が違うところとかが、うん、本当ね <laughs> たまーにあった 多分もやった自分たちしか気づかないのかもしれないけど、うん、やっぱり気になっちゃう。 うん、えー、あったうん、うん、あったあと <laughs> ねやっぱ音の入り方って我々には分かんないですからね、うん、一生懸命お芝居するしかないんでそうなのちょっと切ないなっていうところもあ,ありましたやっぱ絵のクオリティが高いがだけになんか、うん、ずれてるって感じられちゃってみんなが見てこうと没頭アニメに没頭できなくなったらやだなっていう距離感の差異みたいなのはちょびっと見えた、うん、ぶっちゃけトークだねでしょっと、ね、あるあ 俺なんかもっと強いお芝居すればよかったみたいな <laughs> 表情に追いつけなかったみたいな<う>この表情知ってたらこうしたかったみたいなそ<う>切なる願望もあったりクソ絵がうめえってなる <laughs> <laughs>、ね、絵がうますぎるなんなんだこれはってそうそう制作で、ね、状況も絶対あるから、うん、こういう願いってやっぱなかなか難しいそういうのもあっての 完成品だっったりするけど、うん、ねやっぱ欲が,欲が出、ね、完成品を出て欲がどんどん出ました、ね、よりなんかこうなんかそこまで読んでお芝居できるようになったら、うん、俺ら声優ももっと高みにいけるって思っちゃうねえー、なんかすごいすごいいいこと <laughs> <laughs> こもうだからもう信頼関係よねお互いのねうん。 いやーでも本当にまあこういうなんか僕らが結構クソーみたいな悔しがっちゃうぐらい絵のクオリティが高すぎて <laughs> そうなんすんびっくりしちゃうよきっとこうパッケージになった時にはさらになんかねブラッシュアップされてたりするんですかね,すすかねあ,あしますとだからねだからやっぱりみんなブルーレイって買ってほしいよねそう。そう そうななんだよなんかアニメーション作品の完成ってもちろんオンエアもそうなんだけどオンエアもそうなんだけどやっぱりブルーレイ &DVD でそのより時間をかけられる状況になった時に、うん、あの僕たち アニメ制作会社ここまでできるんですよっていう, <laughs> うところが見れると思うんでぜひともねそっちでディスクで見てほしいなと思いますねしかしアフレコはもう二度と行われないからねそれはずっとそのままですから。修 <laughs> 修正正ととかかしないいんですかアフレコ自分で言っといてあれだけど絶対 <laughs> 絶対やりたくない。<laughs> 絶対嫌だ。同じもの出ないな。私はもう刹那的に生きてるからもうや、やった途端にそこから忘れていくから。もうできない。<laughs> いや、メモリ低いパソコンだな。本当に、本当ね、すぐ忘れちゃうんだよね。おうおうなんでだろうね <laughs> いや。忘れるのはね、なんかもう一つの才能だよね、でもね。あ、でも大、だ大事でもあるからね、<ー>忘れるのって。なんかさ、俺なんかはさ、<事>その嫌な記憶だけが忘れらんなくてさ。うん、もう夜とか、大変よ、こっちは。<laughs> <も>うそんなに なん,かなんか悩みとの向き合い方がやっぱり筋トレしてからすごく上手くなったイメージがありますけどでもたまにね、あのーまあ、ハマってるゲームとかの反省なんですけどゲームかゲームそういやあそこでああいう立ち回りをしておけば俺はあそこで打ち負けなかったとか、うんうん、いやいやあそこは絶対に俺の球は頭入ってたよみたいな、うんうん、あ頭入ってればね一発で決められたのにってう、ね、そう絶対入ってたのなんでだみたいな判定が判定甘いんじゃないのんぐぐぐぐる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 回って、うん、眠れ ってなる、うん、いややもう1回やろう回ろでも仕事はね結局なんか自分の努力次第で何とかなるじゃない確かになんか結局もう自分の責任どんな選択をしても自分の自己責任だからなんか悔いたところでって感じ、うん、そうね、うん、向き合うのは自分自身とだからねあんま仕事であれば悩まないかも今のター好きだよ本ん ペニアンってなってて <laughs>、わよく切れるナイフ。<laughs> <laughs> それは武器ですから。ねえ。うん。いや切れ味、もう最近包丁買ってさ。お<う>だからもう切れ味に切れ味が好き。<laughs> あじゃあもう絶対バルーンなんて一発だよ。<laughs> 一発、もう私の持ってるね <laughs> あのサビサビニアイフと霞みだったらもう完全に切れる。<laughs> <laughs> すげえな。そうなの。なんかさこう。 ラフタリアさ、ちっちゃいの出てきてさ最初にご飯食べる時にさ、うん、手づかみで食べるじゃんあそうだった。うん、それがさこの後、まあと庭内であると思いますけど、うん、ちゃんと食器使い始めるのすげえ可愛いねちゃんと直美が教えてるんだよきっとこう食べるんだぞって俺が教えてんのかそれともラフタリアが勝手に学び取ってるのかああ見てねうんどっちが可愛いかなどっ,ちどっちがいい うん私あーそうねどっちがかわいいすげえ声出たな、ね、私どっちかわいいかな <laughs> 幅見せてくるな今の声でちょっとかすれてるだけだけど <laughs> そうなんか一生懸命は、うん、この横にあるのはこうやって使うのか<あ>で最初逆手持ちになっちゃってこうやって食べて<ー>食べられないこうやって使うんだ、うん、両方だ <laughs> そうだね 両両両方方方だよが一番可愛いでです、はい、両方でか次にいきましょう。 あ出てました。この最初私が結構ゲボゲボをマジゲボゲボでやったらあの可愛いゲボゲボにしてくださいって言われた。あ,れあのディレクション覚えてるもうちょっとキラキラした感じだって <laughs>、ね、こうゲボゲボがキラキラな感じで、ね、そう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 。う結構ね緑色な感じあったもんね <laughs> いや私リアリティを追求する仕事ですから <laughs> まあまあまあ、まあうん、人によると思いますけど,ど、ね、<laughs> 最初はやってみようっていう感じでうん、うん、いや 赤き付きの時が来ましたね。来ましたね。ごめんなさい。ちょっと私の最近やってるゲーム用語が。やめなさい、やめなさい。ダメだよ。書いてあんだろう。紙タイトル言ってないもん。タイトルにはね。赤き付きの時が来ます。商品名などの固有名詞は出さないようにしてください。言われてるんです。我々。一人しかわかんないし。一生懸命だから僕もぼかしながら喋ってるんです。そちらがゲームの話だから私も出さなきゃと。ああいいですね。え、あれですよね。 あの伝説のあのソードが出てくるそうですいいですよねあれもねやっぱハマる人はハマるっていうからね私結構昔からやってましてあのまあ昔からっていうと言い過ぎだけどなんだろうその媒体ま DS とか大丈夫か DS だとダメじゃあそこ P でお手お手間取らせますあの二画面のやつとかねそう二画面のやつとか箱型のゲームとかやってましたね。 意外なんかゲームとかやるんだなって思った、うん、でも久々に今回ゲームを買いましたあ本当ほ、うんいやそう本当にだからなんか俺が瀬戸さんの趣味で知ってるものといえば、うん、アイドルとそうですねあと動画、うん、配信者、うん、<laughs> そう <laughs> そうだからぐらいかなって思ってたから、うん、久々になんかやりたいなと思って買っちゃいました一、うん、日何時ぐらいぐらいやってんの できる日はもうできる隙を見つけたらやってる感じ <laughs> だから今日できないって日とかがあるとす、うん、すごいイライララる <laughs> <laughs> もうダメな人のやつじゃんそれ進めたいのいやもう本当盾の勇者みたいにこうなんかね広いのよ世界がオープンワールドだから、うん、あの無限大なので冒険があ<ー>冒険無限大スタイルだから、うん、そのメインクエストじゃなくてもいけちゃうわけよ あその場所に確かにその瀬戸さんがさっき言ってたハマってるゲームは割とサブクエストが楽しいって聞いたことあるわ。うん、そうなのうな。もうやり込みなんですよね。あだからなんかこう今すぐにあそこに行け。 民が助けを待っておるって言ってるときにサブクエストやるのが楽しいって <laughs> 全然<さ>助けないかいってなるやつ魚とかキノコとか取ってきちゃうから <laughs> の材料足りん,んからみたいな、うん、<laughs> 明日までにこれをやるのじゃって言われて <laughs> 3日ぐらい経ってからそれをやるみたいな <laughs> 全然大丈夫なんですね <laughs> そうね<え> <laughs> よく知ってますね <laughs> そうなんか興味あってやろうかなと思ったことあったんだけど、うん、そうでもちょっと 今っってるるゲームにいいぱあからそうだねまたスタイルの違うゲームだからそれ一緒にやったらんて言うんだろう例えるならば生活スタイルの違う人同士と結婚した感じになるうわん、もう離婚待ったなしや本当それくらいね種族が違うゲーム思うそうだねちょっと血生臭いのと夢あふれる感じのと結構大変いやそっか俺もね帰ったらすぐやっちゃうからねゲームは。 ダメだね、人付き合いが怠られるよいやそうなのよ、うん、なんかご飯会行って、うん、なんかこう3時間ぐらい経ってくると、うん、この3時間の間に俺は一体何試合で,た <laughs> 試合できたのか <laughs> 考え始めちゃってうわ最悪。うわ もう絶対のみに誘いまでも,まあ,まあ,、まあ、でもあの何だかんだ言って「<laughs> まあでもこの3時間楽しいからいっか」ってなりますよっていうことだけちょっと言っといて誘ってもらうことにするわさっきこの今映像でもあったんだけどさ、うん、このセリフがなくて音楽だけでさ描かれてく場面ってあるじゃないこの「盾の勇者」って、うん、その場面でさ結構与えられる情報量多くない,多い やっぱそれもオンエアになって絵がついてより感じたんだけどそうねとがきでも結構詳細に書いてくれてはいたけど分かりやすいこのみんなが過ごしてきたこの、うん、物語ではこう描かれてないけど月、うん、この長い月一緒にいたんだよこんな場面があったんだよって見えるから、うん、その演出結構好きだなって思ったりしんか こう最近は結構セリフで説明したがることが多いからさ<ー>結構その絵にこの作品は任させてもらってるところも多かったりして、うん、なんかまあ楽してるって意味ではなくて、うん、そのお互いがちゃんと表現したい表現が融合してる感じがあってこの作品ちょっといいなと思った俺も、うん、応援改めて見て音楽もめちゃめちちゃゃくない劇場いやーもうケビンさんがね<ー>素晴らしい。超かかっこいい,かこい,いしかももうその アニメーション、その時間に尺に合ってるからさ。ぴったんこで作ってるから、よりね。すごいよ。で、なんか、そのケビンさんが一回アフレコ現場にも。来てくださって。で。あわゆ、マイネームイズカイトイシカワ。うん。あい、あ。 直富見和田にみたいな感じで、あ、日本語で大丈夫ですよ。ね、めっちゃ日本語上手なの、ね。嘘だろって <laughs>、ね。めっちゃ日本語上手なの。びっくりする。なんかそのうち関西弁をこう話し出すんじゃないかと思うぐらいなんかね。 け軽快なトークなんですよ全然、トークが止まらないし、日本語うまーってなるっていう <laughs> あの。でも、すごい、なんか、なんか、失礼な話だけど、上手ですってみたい、言うといやいや、なんか、そんなみたいな。それ、それしかできるのは、もう、上手い人。<laughs> あの、もう、言葉だけじゃなくて、文化も上手かっていう, <laughs> そう。めっちゃ面白い。<laughs> ね、だから、やっぱり、こう、こっちの文化も分かってくれてるから、我々の心に刺さる音楽で。花を、こう、添えてくれてるじゃないですけど、より物語の深みをね。 と思いますよね。ちなみに、先ほどから僕たちがゲームの話をしてたのは、あの、何でも関係ない話をしてるわけじゃなくて。この作品も、ちょっとゲーム的なところがあるじゃないですか。本当かよ。いやいや、本当ですよ、それは。そうん、見越して言ってたのかよ。今、思いついたよ。正直者。全部言っちゃうから。ゲーム的な要素あるからさ、実際行ってみたら、ちょっとなんか、自分も冒険者やりたくなっちゃいそう。だから、本当なんだろう、じ、自分がこの。 異世界に来たらっっってちちょと思ゃうよね私今だったらこのひび割れた岩見たらあの爆弾を置いて爆発させてあのの秘密扉とか探しちゃうもん隠し部屋をねでレアアイテムねえかなってそうそうそうでだから僕開けたら意外とルピーかいみたいなあルピーはダメですよルピーはほらだってインドとかああそっかそっかお金ですからまあ現実世界にあるお金の単位ですからねうんそっかそっか。 <laughs> ウケるなーギリギリの話だなこれ <laughs> でもさなんかさやっぱりさこうレベルのある主人公とかのレベルを上げていくこういう映像を見ると幼少期思い出しちゃうよねなんか僕はその竜のクエストとかあの最後の最後のファンタジーとかやってたから私も最後のファンタジーやってたよそうだからねすごいなんかこういうの見るとレベルが上がった時に音楽欲しいなって思っちゃうんだよね 私、本当 F のファンタジーは本当、マジで人生なんじゃないかぐらいやってたから、うんうん、私、その麻痺状態になった時のモノマネとかを、うん、あの家族の前で聞いいいでく <laughs> くるって <laughs> <laughs> <laughs>、えー。 いやでも実際にさこう現実世界、まあ、これは一応そのゲームの世界じゃなくてやっぱ現実としてある異世界っていう話だからあれだけどもその現実世界でもこうやって勇者たちみたいに相手のステータスとか、うん、自分のステータス見れたらめっちゃよくない憧れだよねこのさ腕時計をピョンってやってさ、うん、スースースンってこうあのなんだろうデータが出てくるって憧れだけどでも今それがマジで叶う時代になりそうじゃんそうねそうねねね<今>グラムとかもだ、ね、だんだん技術が発達して。るから、ね だって車のさあのカーナビじゃなくてあのカーナビとか、うん、あのキロメーターが出るやつああ,あ<の>ヘッドアップディスプレイあっていうの、うん、あれとかもさだってもう本当に浮き出るようにさ今出る時代じゃん、うん、目線の先にさこうちゃんと出るような時代になったじゃんだからうもうほんと近い未来というかもうむしろかなっちゃってんじゃないかぐらいな気がするんだけど、えー、あれほんとすごいよね、うん、なんか。 やっぱり自分もこう車借りたりとかした時に体験すると、うんうん、あの技術はやっぱすごいなって思っちゃうもんね。いすごい腕に欲しいよね、うん、ショールームとかでその初めて乗ったショールームじゃないあれなんだっけ 2>, ディラーっ2年に1回ぐらいあの大きいとこでやるやつモータショーショー行った時にあの車に乗って、うん、その体験したのよそのディスプレイを。感動したよね 宇宙に行けちゃうと思って。<laughs> <laughs> 宇宙にはね、もうだって行ける時代ですからねいや 宇宙旅行は、そうね。うん、運転マンとかかりますけど。ちょっと厳しいな。すごいね。でもなんかそれこそさ、そのリンゴの腕時計とかさ、あるじゃない？あこういうの見てるとさ、いろいろさ腕時計とかにもさ、なんかこうスキルツリーとか入れらんれんじゃねえかみたいな。何で戦うんだよ彼。本当ね、まあスキルあってもどうするやいいか分かんないけど。このね時代にだけど憧れるよねこの手元にあるものでこう。 ゲームの世界のような動きって。うん、ああ今のエアストシールが聞いて思い出したわ。<何>あのー。この作品、スタジオオーディションがあったんですよ。スタジオオーディションの時に、その。あれなんですけど、シールドを三回展開させる。 っていうセリフがあってえっと「ロープシールドエアストシールドなんとかシールド」みたいなやつがあって3段階で徐々に強くしてってくださいみたいなことを言われてその時に僕がすぐ思いついたのがとある RPG ゲームの呪文で、まあ、徐々にレベルが上がっていくごとに3段階で強くなっていく呪文があるんですけどラとかガーがつくそ、ね、そうそう,そう1個だけその要は炎呪文で全部統一してこうですこう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  みたいな感じですね、うん、で、こっちが認識したことを説明しようとしたら、うん、あの炎小炎魔法中炎魔法大爆発魔法っていう、うん、あの呪文の間違いをしちゃってすげえ笑われたんだよね俺多分それで受かったんだと思う <laughs> え間違えたで、ら間違いがわかんないんだけどどういうことあのちょっとね呪文名言えないから難しいんだよんだそ,っかそう呪文名言えないから難しいんだけど、うん、P が入るんだったらあの いや言えないわ言えないなんかそのミスがあって <laughs> あってすげえ笑われて <laughs> 最後の最後にそのこれの音響監督やってる郷さんに「うん、石川さんその呪文の3展開間違ってますけど」って指摘されて「<laughs> はあすいませんでした!」って言って帰った覚えがあるでもオーディションはねこうもちろんお芝居も大事だけどこう印象を残してくっていうのも 大丈夫かね。そうね、うん、あそういう意味では、ね、やっぱあの作戦通りですよいやでも恥ずかしかったなマジで <laughs> 自信満々にやった時ほど恥ずかしいよね自信満々にあなるほどこうこうこういうことですねあ違いますみたいな <laughs> <laughs> 違,違かった。あそういうことねわからなかった<う>違かったのねそう,そう違かった違いますってラとかガじゃなかったの <laughs> <laughs> あつって <laughs> 恥ずかしかったな あとねうん、このさエンディングの絵もさオープニングはグリグリ動いてたけどエンディングの絵はこういうなんかふわっとした動きじゃない好きですこういうなんかもうなんだろう手書きのあったかさがこうある感じの<う>え好きですよ。 それがなんかこうそれこそ二人の今の表情に合ってたりとかして本当、うん、いい作品だなと思うわそしていつもご飯が美味しそうなんねおいご飯が美味しそうなアニメはいいアニメだって言ってました誰が、うん、ネットがネットがかよ <laughs> ダメだよ <laughs> ほら食器使って食べてるかわいいあだああラフタリアーかわいいな <laughs> それで押し切るつもりいや 締めようか。うん、そろそろ。ああはい。ということで、名古屋区の石川海斗です。とりあえず、コメンタリー見てくださって、ありがとうございます。うん、せっかくボックスことなので、他の話数もついてると思います。うん、ええー、ぜひとも、最後までじっくり楽しんでください。よろしくお願いします。うん、はい。コメンタリー、まだね、二話ですので、この後も楽しみにしててね。誰が出るのかな。ラフタリアかな。